グルメチャンネル始まるよイエーイ、この前ちょうどさ、カブトムシの話したじゃん。あ、でもオールカットにしてるかもしんないから、なんでなんでだ出せ出せカブトムシ、まあ子供たちと一緒にね、カブトムシを行って、はい、朝4時半に起きて、はいはい、眠い中で、はい、あの子供を起こしてさ、はい、でもう虫除けスプレーたくさんやってさ、パパ活したよってことですね。そう、パパ活したんだけどさ、はい、もう熱いわけよ。で1時間半かけて1匹もいなかったわけすごい頑張ったな。それ靴もちょっと汚れてさ、汚れますよ。でカナブン近いねえし、いやカナブンで上等ですよ子供なんか。いやけどカナブンだけじゃさ物足りないからさ、いやいや本当だからカブトムシの森っていうぐらいのところに行ってそういう結果だったわけ。あ、カブトムシの森に行ったの。だからあの何 Google でさカブトムシって調べてるさ、カブトムシチェックマークつくつく、そうそう、でそこでカブトムシの森っていうのがあったから、子供たちが集うカブトムシがいるみたいな、そういうのがあったからそこ行ったら一匹目なかったの。じゃあ騙されましたね。騙されたでさ、この前ちょうどそれを話した後に大塚の会社、はいはいはい、あのスタジオから戻ってる時に、はい、カブトムシいたので写真撮ってたね、貼っときましょう、ここに、ね、めっちゃ興奮してさなんであんだけ俺1時間半かけてさ必死にやったのにさすぐそこにいたん。結構ね上等なサイズのね。そうびっくりした。俺今年初のカブトムシ、いやめっちゃ嬉しかったよ。一人で喜んでさ食べさせたのと思ってしかもあれなんかゴミ箱ですか。そう、ゴミ箱の上にいた。そうですよね、飛んできたんじゃない、木とかじゃないのが面白いですよね。そうそう、ゴミ箱の上にね、ちょうどね下のゴミ箱にね行ってさ、すごいですよね。ほんと黒いからさピッてわかるじゃんなんか黒いものってなんか家とかにいてもさ目行っちゃない、ゴキブリだと思うから。あ、ほら全く同じ話を毎回してるんですよ。ほら黒いのは目が行くから。そうか、俺に。そう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 、今全く同じ話、その通り、大正解大正解じゃない大正解ですということで今回、はい、新しい商品だね。はい、クリームソーダのアザラシちゃんと仲間たちマスコットフィギュア。クリームソーダのアザラシちゃん。そう、へえ。めちゃくちゃこれ可愛くて、これツイッターでね、見つけてさ、イコイさんっていう、ね、はい、クリエイターさんなんだけど、うん、最初に多分アザラシちゃんこれかな。これってイラストだったんですか。イラストだった、うん、あ、じゃあイラストからこれで立体にしたよっていう。そうそう、で提案させてもらったら他のキャラクターも書き下ろしていただいて今回展開することになったんだけど、まあやっぱ当時、まあ、これ開発するの多分1年半前とか、まあ、2年前だと思うんだけど、そうですね、まあチャラ社長のクリアブーム、ああもう完璧にそれのね、うん、名残がでしょ。これすごくないすごくないこれさ、これで表現をしっかりしたくて、はい、これどういう風にしてるかっていうと、うん、中を氷の型を抜いてるの、これ。ああ、なるほどなるほど。要はへこんでたりするってこと。へこんでるってこと。なるほどなるほど。へこんでるから冷蔵庫の氷あるじゃん。はいはいはい。氷って氷を作るための製氷機。なんていうのあれ、パキってやるやつ。製氷機じゃないですか。あ、製氷機ってよ、はい。よく知ってんな。よくその言葉出るな。売ってるでしょ。違う。百均とか売ってるでしょ。あれだよ、氷四角いやつのやつだよ。そうそうそう。なんていうの、なんていうの。製氷機。製氷機っていうの。俺知らんかった。あれ製氷機っていうの。あれ製氷機だと思いますよ。そうなんだね。はい、多分。よくその言葉知ってんね。そう、じゃ製氷機。製氷機。初めて言う。いや、俺初めて。嘘。いや、俺氷作るやつさ。ああ、氷作るやつ。俺氷作るやつ。製氷機がいい。氷作るやつ。氷作るやつね。もう氷作るやつ。のあの感じが、あーこれがね、あ、じゃあ空洞になってるよってことですね。空洞になってるの、ここ。それがうまく氷に見えるっていう。しかもなんか上に浮いてる感じの氷でいいですね。そう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 、ね、え、じゃあこの下の部分スケスケじゃないですか、うん、これはじゃあ空洞ってことですか。空洞じゃない。じゃないんだ。これは空洞じゃない。なるほど。そう、これは空洞じゃない。へえー、面白。だからあれですね、ここだけ抜けてるってことですよね、要は。そう、あのここの氷になってるところが抜けてて。あ、そうですよね。でその上にアザラシが乗っかってるっていう。あ、はいはいはい、そういうことですね。そういう形だから2パーツってことですね。ね、そう、だから下は空洞ではないっていう。そうですね、うん、はいはいはい、空洞ではないのにこの透明感、うん、すごいこれ、うん、占い師が使うボールみたいに。あ、そうだね、遠くもまで見える。見えるね、すごい、ね、すごいこれ、これをちょっとね再現したくて、イラスト見た時に氷も含めた展開、はい、やりたくて、はいはいはい、今回こういう形になったんだけど、はい、うまくこれ結構修正したの。いやだってこれね、やっぱこれイラストじゃこれ表現できないじゃないですか。できない。型がこれ抜けなくて、最初ね全然その氷の形にならなかったの。で金型修正を何個かしてようやくここまで。下から見ても面白いんだよ。面白い、下から見てもすごい面白い、うん、そう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 、本当これ、ね、氷の感じですよ ね。これがね一応アザラシちゃんメインだね。メロンソーダね。で続いてがこれがカワウソちゃん。すごいこれ、うん、かわいいカワウソちゃんもすごいいいですねこれ。いいよね。おー、まんまるこれ。でペンギンちゃん。ペンギンちゃんこれあれがソーダ味かな。あー、いいですね。なんかかわいいね、なんかぴょこっと出てる感じが
でもみんなね、手ピコッとね、かわいい、うん、クーリアっぽいね、このね、いいね、なんか今の時期涼しい商品だね。そうですね、うん、すごくいい、うん、で、これがワンワンちゃん、ワンワンちゃん、ワンワンちゃん、あー、いいね、手がね、なんかかわいいね、うん、デフォルメ感もかわいいしね、みんなチェリーが頭に乗ってるのかわいい、ね、そうだね、うん、けどチェリーだけじゃなくてラッコちゃんは頭に貝殻がね、貝殻がね、うん、ラッコちゃんはね、かわいいね、ラッコちゃんなんか美味しそうだな、フロートみたいで ね、そうだね、多分コーヒーフロートだね、うん、これね、うん、ちょっとね、すごい、で最後がシマエナガちゃん、シマエナガちゃんグラデーションだね、本当だ、うん、グラデーションもいい感じですね、ちょっと大人のお酒みたいな、うん、本当、うん、お酒バージョンもできそうですね、すごいね、うん、カクテルアザラシちゃんもできそうですね、うんうんうん、じゃこれもなんか商品化できそうだよね、普通に、ああ確かにね、ラテアート的なことですね、ラテアートできそうだよね、すごい、これこれすごいでしょ、うん、だから初めてね、氷の表現作ったんだけど意外といけるからね、これしかもめっちゃでかいよ、大きいサイズ感もあるし重量もあるしね、うん、すごいでかい、今回井上さんと初めて商品化するから、初めてなんですね、初めて、へー、うん、これは本当良い作品だと思います、うん、これ本当ね、ようやく、あ、ようやくようやく、ほんだから金型の修正何度もしたから、じゃあギリギリ夏に間に合ってことですね、そういうこと、あー、やっぱりですね、ほんとこれ冬に出したらね、ちょっとサボれてなっちゃう、いやけどアイスって冬の時期売れるからけどまあ涼しいけど夏だね、気持ちの問題がね、そうだね、そう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 、でこれは8月発売、はい、全6種400円展開する、こちらもぜひチェックしてみてください、今日紹介させてもらったのは、はい、クリームソーダのアザラシちゃんと仲間たちマスコットフィギュアでした、シマエナガおすすめだよー。